京浜電気鉄道41号型電車は、京浜急行電鉄の前身である、京浜電気鉄道が導入し、後に東京急行電鉄を経て、京浜急行電鉄に過去に在籍した電車。京浜電気鉄道が最後に製造した木造車両である、京急では121。廃車直前の姿、高松琴平電気鉄道に譲渡され、 10K11 となった姿撮影。こと屋島や駅1922年に、京浜電気鉄道の8年ぶりの新車として41から50の重量が製造された。車体は、藤永電造船所製であり、従来の車両とは異なり、運転台の部分も部が廃止されたため、乗務員の労働条件が改善された。台車、電気部品は、アメリカ製で、台車は、アッコフマイナス19。 モーターは 50PS4 だった。また、この41号型から、HL 式の間接制御、総括制御機が搭載され、連結運転の準備がなされていた。1937年に、形式称号が41号型からで41、型に変更された。当初、終電装置は、トロリーポールだったが1939年に、菱形パンタグラフに変更され、 一部では、改めパン電車と呼ばれた。1942年5月1日に、京浜電気鉄道が、東京急行電鉄に合併された際に形式がで41型からでは5120型に変更された。第二次世界大戦では、全車両消失せず、1947年12月に、本線の河川電圧が600ボルトだった品川。 横浜間が1 5 0 0トに昇圧されたためで、百5125.5129から5131の4両が、電装機器を取り外した上で制御車の区五5120型に改造され、その他ので五5120型は、大支線専用車両となった。この時発生した、電気部品は、玉川線の車両に転用された。1948年6月1日に、 京浜急行電鉄として大東急から独立した際に、旧来のデハ5120型が、デハ120型に、クハ5120型がクハ120型に改版された。1951年に、大子線の電圧も 1500V に昇圧された際、デハ120型は、すべてクハ120型に改造された。 1958年、京急最後の釣りかけ車600系の投入にあたり、書類上改造という形で代替され、全車廃車され、一部が高松琴平電気鉄道に譲渡された。琴電では交代化改造を行い、全面の5枚窓を潰し、貫通扉を取り付けて、両運転台の重系、変運転台の90型に再生。 当時600ボルト線だった長尾線と指導線で運用した。その後1500ボルトへの昇圧などを経験し、1983年までに同じく京急から流れた後輩車の230系、改め30型に代替されて廃車となった。ありがとうございます。